つくば往路だか復路だか忘れましたけど、スタートから。スノーボードだったからなんかうまく防御になったじゃん、あれが、うん、スキー板だったら下手したらアウトだったからね、うん、あれ結構いや怖いよ、あんなまさか後ろからそんなの来てるなんてすごい距離来たもんね、気づかなかった、気づいてもなかったもんね、うん、スキーしてるとさ、そういう雪のシャリシャリした音って多分聞こえないんだろうな、そういう音は、うん、マジ怖っ、ここからパープルラインですな。さっきまではルーチュライン。そっちも綺麗だけど。
しおりを見る？やって、あれか。ああ、そこに止めてってこと？まあいいや、うん、また今度パープルライト。信号とかまで進んでる。だってしかもあれでしょ、バージョンっていうキャラよりまだすごくないですか。ちょっと気持ち悪い。ちょっと作者の願望が詰まりすぎてちょっとだけ気持ち悪いけど。私のバージョンあげますか。引くよ。あれは私的には女版匠かなって思う。あげたいだけだ。ゴンゴンゴン。あげたいだけだ。ニョイニョイ。パープルラインのこれなんだよ。いてえのな。ゴンゴンゾーン。気抜くとな、突然やってくるからそうまだあるからね。胃に来るよね。これ。はい、どんどん。スピード落としたからあんまり強くないけど。スピード乗ってたら相当やべえだろ。ガチョガチョって壊れたような感じだ。じゃあ、ロギアで行こう、これ。で、ここら辺のこのまっすぐがふわふわした気がした。こういう人が立ってたら怖くない？いや、無理だね、反応するのは。いや、ちゃちゃ。横っていうか端っこの方に人立ってたら怖くない？怖いね。ちょっと動揺しちゃった？動揺詐欺じゃないけど、あれどうだったっけ、もう少しあったよ。ゴンゴンと、忘れてたよ、ゴンゴンゾーン。あれ？あ、いたでしょ。はい、ゴンゴン、はい、ゴンゴン、ゴンベンゴン。で、ここのね、曲がったらしいまっすぐのところでね、ホワン、ホワンってなってます。早いね、丸くん。はい、走れっていいかな。これなかったっけな、ふわふわゾーン。来た、ゴンゴン、ゴンゴン。はいはいはい、はい、前の車速いよ。速いね、うん。あ、いたいた。すごい上手かった。あ、来た。はい、ゴンゴン。いや、ゴンゴンがあるからスピード落としたのね。ゴンゴン、こういうところあるんだよ、なんか小屋みたいな、うん、そこがゴールだったりして、リンゴ小屋みたいな。ここ右曲がるじゃん、ふわーって。で、もう一回左曲がるんだけど、その後に小屋っぽいのが見えるんだけど、そこだけになってました。ふーんってずっとまっすぐなる。確か左側に小屋っぽいのがあった気がする。楽しかったなと思って、うん、あ、潰しちゃったかな、これ。え、小屋っぽいの潰しちゃったかな。ほら、あ、なくなっちゃった。暗いから見落としちゃったんじゃない？多分。というわけで、これじゃないもんね、小屋ね。多分違う、でかすぎる。
はおしまいですね。さっきも車買うね。うん、ワゴンさんのワゴン P。 よし。